納豆汁納豆汁とは、納豆を加えた味噌汁の一種である。材料は、納豆、味噌、豆腐、油揚げ、野菜類などで、納豆は、ひきわり納豆がよく用いられる。俳句における、冬の季語となっている。千里休の利休百駅の献立には、納豆汁が7回出された記録があり、豊臣秀吉も利休の茶会で納豆汁を食していた。 江戸時代において納豆の一般的な食べ方として各種の文献に記されており、江戸をはじめ日本各地で食べられていた。幕末の風俗詩書、森さ満万光に当時の状況が記述されている。江戸においては納豆売りが納豆汁の食材を売り歩いた。叩き納豆はインスタント味噌汁のようなものであり、叩き潰した納豆、青菜、 豆腐がセットになっているため、だしと味噌を溶いたお湯を注ぐだけで納豆汁となった。またようやくであるが、寒い地方では、野菜が不足しがちなので、納豆で補う。江戸では、夏もこれを売る。汁にして煮るあるいは醤油をかけて食べる。K、大阪では、自家製だけで、店売りのものはあまり見かけないとも記述されている。川柳で毎朝、納豆納豆と呼び歩く、この、 納豆売りが多く読まれるほど日常的なものであり、朝食に上がることが多かった。江戸時代中期の文人、与さ武尊はという句を読んでおり、江戸時代に納豆をどのようにして食していたかを示す例となっている。江戸においては納豆ご飯よりも一般的に食卓に上っていた。1643年、料理物語の納豆汁には、とのレシピがある。 東北地方の山形県や岩手県、秋田県などでは広く親しまれており、山形は山形市、新城市、庄内町、酒田市、岩手は湯田町、秋田は湯沢市において地方料理として知られている。また、秋田県や山形県の一部では、正月の雑煮が納豆印立てになるほか、熊本県や福岡県でも雑煮に納豆を加える、例が見られる。 しかし、納豆の消費量が全国一位の福島県福島市や水戸納豆で全国的に知られる茨城県水戸市では納豆汁の存在すら知らないものも多い。江戸時代の納豆売りによる叩き納豆が元祖であり、現在は日本全国でインスタントの納豆汁も発売されている。インターネット通販などで取り扱う店舗もある。味噌汁茶碗、またはマグカップ等に、 納豆を10から20グラム程度入れ、少々潰しながら混ぜる。味噌、本出し、好みの具を加える。熱湯を注ぎ味噌を溶く。納豆以外の具は、刻みネギなどの火の通り安いもの、湯で自然に戻して食べられるカット済みの染み豆腐や乾燥野菜を用意しておけば、湯を注ぐだけで鍋いらずで簡単に一人前のインスタント味噌汁を作ることができる。 納豆もあらかじめ 20g 程度に小分けされたパックを用意しておくと余りが出ず利便性の良いインスタント納豆汁を楽しめる。湯を注ぐだけで汁とするインスタントな製法でも納豆の粘バつきはほぼ消えて少々のとろみとなり匂いも甘みのある穏やかな風味として一般に味わいやすくなる。ありがとうございます。